ポポンポーン、トクニャン。まあ、それにしてもね、まあ、本当にまあ、年末っていうことで、もうバタバタしてるんですけども、やっぱまあ、そういう中でもね、やっぱりいろいろ気になる、まあ、ニュースっていうのがね、あるんですけども、まあ、やっぱり僕は、まあ、ずっと気になってたのが、やっぱ沖縄のね、問題で、来年4月にね、沖縄の3区補選、玉城デニー知事の、まあ、後継候補がですね、誰になるのかなっていうね、まあ、自民党は、島尻愛子さんですか。まあ、だからこの人に勝たなあかんと、まあ、この人に勝たなあかんっていうかね、この人に負けてるよ、負けるような候補では絶対ダメだっていうね、絶対勝たなあかんと、島尻さんに勝つというよりは、やっぱ安倍政権に勝つっていう意味でもね、やっぱもう絶対に勝てる候補、強力な候補っていうのがね、僕はいると思ってたんですけども、まあ自由党からね、誰が出るのかなっていうね、やっぱ自由党が、まあ主導権を握ってっていうことですから、まあそれを考えるとね、まあ、正直いろいろ不安っていうのがね、僕はあったんですよね。いや、自由党から誰を出すのかっていうね、ねえ、いや、やっぱ僕はやっぱ、最低条件として、やっぱ沖縄の地元の人っていうか、地元で名前の、知られてる人を出してほしいなって思ってたんですけども、ただまあ選考過程で、ジャーナリストの、フリージャーナリストの屋良朝博さんですか、それと、元名護市長のね、稲峰進さん、これどっちかに、しようと。いうね、その報道が2日前ぐらいに出てて、まあこれちょっと安心したんですよ。まあどっちでもいいというか、どっちも素晴らしい方だなと思ってたんで、まあそれが今日、稲峰さんが孤児、辞退をね、まあされたっていうことで、結果的にこう、屋良朝博さんが、出馬、今日にも受諾というのがですね、沖縄タイムスに載っているということで、これはすごくね、良かったと思いますね。まあ、ね、まあ、その、本土の人はあんまり知らないかもしれませんけども、まあ、ね、沖縄タイムスとか、元沖縄タイムスの記者だったと思うんですけど、屋良朝博さんというのは、最近ではですね、地元の沖縄の FM ラジオで、それってどうなの沖縄の話っていうね、これネットでも聞けるんですね、ポッドキャストとして、残ってたり、こう、YouTube とかにもアップされてたりするんで、これは僕はね、非常にね、この沖縄問題、辺野古問題とかを知る上でね、まあ、選挙の問題とかもそうですけども、すごく分かりやすかったんですよね。そういう意味で僕は屋良さんっていうのはですね、まあ、もうベストな候補なんじゃないのかなと思うんで、これ選挙、ね、沖縄3区補選は4月ですから、まあ、それまでこれね、それってどうなの沖縄の話っていうのが、まあ、このそのもの自体がね、アピールするいい材料になると思うんで、まあ、これを拡散していくっていうのが、非常に有効なんじゃないのかなと、思うんですよね。まあ、ただまあ、その屋良さんっていうのは、こう解説的なね、こうですよっていうお話はすごく、うまいなと思う。思うんですけども、ただ、まあ、演説的にはどうかというのはね、全くの未知数なんで、まあ、だからそれはね、本当、オール沖縄というか、玉城デニーさんだったりね、そう埋めていってほしいなと、支援してね。やっぱもうね、やっぱオール沖縄というかね、まあ、今回小沢さんも、記者会見かなんかするんですかね、沖縄入りして29日に記者会見、明日ですね、で屋良朝博さんを擁立の発表する見通しということで、で小沢さんはですね、立憲民主の長妻さん、国民民主の玉城雄一郎さん、オール沖縄での選挙戦というのを呼びかけるということですからね、これ本当にもう沖縄知事選と同じぐらいの、力を入れてないとですね、まあ、これはもう勝てないというかね、勝たないといけない選挙でね。で、まあ今必死にね、安倍政権とか自民党がですね、2月の県民投票をね、必死に切り崩そうとしていると。宜野湾市が、参加しないとかね、他にも、もう一つどっか参加しないとかってあったんですけど、そうやって切り崩していこうとしているっていうね、まあこういうのもひっ
繰り返すというかですね、まあ、これを次の、地方選、沖縄での地方選の結果につなげていくっていうね、ひどいなと、いうふうにね、民意を切り崩すっていうかね、投票させないようにするっていうのはね、まあ僕はひどいんじゃないのかなと個人的には思いますと。こういうね、県民投票やらないとか言っておきながらね、安倍政権としてはですね、改憲の国民投票をやりたいっていうね、なんかそういうとこはもう僕は釈然としないなっていうね、そういう思いはあるんですけども、まあ何せよね、だからそういうのもやっぱ沖縄県民の怒りっていうかですね、そういうのをまあ沖縄三区補選でね、結集させてですね、やらともひろさんを、まあ、圧勝させてほしいなと。こんな島尻さんなんかにっていう、なんかにって言って申し訳ないですけど、こんな負けてられませんよっていうね、もう圧勝、沖縄知事選の時のようなね、圧勝でですね、勝ってほしいなと。まあ、玉木デニーさんも沖縄3区でね、圧勝してますからね。まあ、それぐらいの、価値を収めてほしいなと、やらさんにはね、って思いますね。まあ、頑張ってほしいですね、本当に。もう来年はね、もうずっと選挙がね、沖縄の選挙は今年すごかったですけども、来年はね、地方、統一地方選、国政選挙、参院選とね、いっぱいありますから、ね、沖縄参考選もありですね、もう、本当に来年もあっという間に終わってしまうんじゃないのかなと。いや、思うんですけども、頑張っていただきたいなと思いますね。チャンネル登録よろしくね。